我々辛いんですよ、弁護士は。親権失った親は何の犯罪も犯してない、こんな馬鹿げたことを日本だけがやってるんですよ。こういうご質問来てますね。離婚後の共同親権について、制度改正の議論が行われていますが、北村先生が独自の試案を作成し自民党に提出した経緯を教えてほしいです。また内容についても説明してもらいたいですと。もう一つ、共同親権に反対している方って何を懸念しているのでしょうか、ね、これ今は離婚後単独親権なんですね。民法の規定があって、離婚、協議離婚するときには必ず未成年の子供がいれば親権者をどっちかに決めなきゃいけないって書いてあるわけですね。2人を親権者にするという選択肢が示されてないんです。どっちかに親権者しなきゃいけないと決まっていて、それで離婚の際ですね、子供の成長を見守りたいという親はどうしても親権を取りたいというわけで深刻な争いになるんですね。で、必要もない弁護士を払って争うんですけども、ほとんどの場合女性が勝ちます。母親が親権取ります。特に小さいお子さんの場合は特にそうですね、はい、それとともに看護実績っていうのが重視されますんで、こうしたらいいと言ってるわけじゃないですよ。多く行われるのが離婚の話し合いに移る前に別居するわけですけど、別居するときに例えば母親が小さい子供を連れて別居する。そうすると離婚の話し合いをしている間ずっとその母親の方で養育されていきますよね。で、離婚の話し合いが1年かかりました、2年かかりましたっていうと、養育実績を重視するという裁判所の事実上の判断基準もありますので、母親をまず重視する、幼ければ幼いほど、それから養育実績を重視するという判断基準がありますので、多くの場合お母さんがですね、小さい子を連れて別居して、それから離婚の話し合いに入るとなると、まあ男性の側はまず親権を取れないと。これが現在の離婚後単独親権の制度なんですけど、日本人は長いことこれに慣れ親しんでますから、まあ、戦後77年間ずっとそうなんで、それが当たり前と思い込んでますけども、海外のドラマ映画など見て我々はだいぶ知ってますよね。あれ、アメリカとかイギリスとかフランスとかオーストラリアとかイタリアとかドイツも、みんなの夫婦が離婚しても子供は例えば月曜の朝から金曜の夕方まではお母さんのところにいて学校に通ってるけれども、金曜の夕方になってお父さんが迎えに来て、そこから月曜の朝までお父さんと一緒に過ごす、そういう、まあ、典型的なケース。あるいは長期休み、夏休みとかになると半分お母さんのもとで、明日からお父さんのところで過ごすんだよねみたいな、そういうシーンをよく見ますよね。あれ、日本と違うなって話なんですね。実はですね、弁護士という仕事をしてますと、この何としても親権を取りたいというご相談をよく受けるんですよ。で、お父さんの側から例えば相談を受けた場合は、我々辛いんですよ、弁護士は。いや、お子さん何歳ですか、5歳ですとかね、こう言われるわけです。そう、どんなにお父さんが親権を望んでも、ずっとお父さんの下で生活していてお母さんは外に出ちゃってるなんていう事情がない限りは、まず親権取れませんと。いやいや、この離婚はですね、妻側の責任で離婚するに至るんで、こんなケースは父親である自分が親権取れるでしょって聞かれるわけです。いや、それがね、取れないですよ日本では。極端なケースだと、奥さんが浮気をされて、で、お子さんを連れて出ました。で、どこにいるかなって調査したら、浮気相手の男と一緒に住んでいる、そこで子供も一緒に生活している、そんなケースでも、いやいや、こんなケースはもう当然自分が親権者になるでしょって言われるんだけど、いや、それが親権取れないんですよ。母親がお子さんを虐待しているような証拠があれば別なんだけど、そうでない限りは親権取れないんですよねっていう辛い説明をすることなんです。で、その場合ですね、そうですかって落胆されます。皆さん、何としても子供に会いたい、あんな、ね、今まで仲良かった自分の子供と会いたい、でも今全然会えない、そういうお父さん、そしてそのお父さんの
両親、つまりおじいちゃんおばあちゃんですねの嘆きはすごいんですよ。可愛い孫としょっちゅう会って楽しい生活してたのに、年取ったおじいちゃんおばあちゃんはもう死ぬまで会えない、一生会えない。しかもですよ、親権を失った親はなんとか会いたいから弁護士に頼んで面接交渉、自分の子供と会うのに弁護士に費用を払ってなんとか週1回会いたい、向こうがノーって言いますね。じゃあ2週間に1回せめて会いたい、ノー。じゃあ1ヶ月にせめて1回は会わせてくれ、わかりました。でも第三者の監視の下でなければ会わせたくありませんっていう親権者も結構いるんですよね。決してこれは DV があったというケースで申し上げてるんじゃなくて、全くそういう主張もないのに子供を連れ去れちゃったら困るから監視付きでしか会わせたくありませんっていう親もいるわけです。親権を失った親は何の犯罪も犯してない、ただ夫婦間の仲が悪くなったっていうだけのことなんです。にもかかわらず愛する我が子と会うのになんで第三者の監視のもとに会わなきゃいけないんですかって話なんです。こんな馬鹿げたことを日本だけがやってるんですよ。馬鹿みたいでしょ。はい、犯罪者でもないのにですよ、ふざけんなって話なんです。子供を産む権利を奪われたんですからね。子供は声を上げられないですよね。こんな法律は早く変えなきゃダメだ、一刻も早く変えなきゃいけないでしょ。チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。